第5回ワールドベースボールクラシック WBC の決勝戦が行われ、日本代表侍ジャパンは3対2でアメリカ代表に勝利し、14年ぶり3度目の栄冠を手にしました。侍ジャパンの優勝をアメリカの各メディアも報じていましたので、ご紹介したいと思います。ニューヨークタイムズ紙は、9回にマウンドに向かう大谷はそれまでに4回バッターボックスに立ち、外野の後方にあるブルペンとベンチを2度の往復した。それから最終回のマウンドに向かったのだ。大谷は1日分以上の仕事をこなした。そして今、彼の投球の番が来たのだ。アメリカ代表の最後の打者となった大谷とエンゼルスの同僚であるマイク・トラウトとの対決は、球場に集まったファンのみならず世界中のファンが期待していた。WBC のフィナーレにこれほど夢のような筋書きがあろうとは想像すらできなかっただろう。大谷はアメリカ代表との決勝戦ではホームランを打てなかったが、今大会で誰よりも速い打球を打ち、チェコ戦での191キロのツーベースヒット、誰よりも速いボールを投げ、イタリア戦での 164.1 キロの直球、誰よりも大きなホームラン、オーストラリア戦での推定飛距離137メートルのホームランを打つというとんでもない能力を発揮した。アメリカ代表のマーク・デローザ監督は、大谷がやっていることはアメリカ代表の選手の 90% がリトルリーグでやっていたことだ、それを世界のトップレベルで彼はやり続けているんだ、大谷はこのスポーツのユニコーンだと思う。大谷の目覚ましい活躍にもかかわらず、メジャーでは一向に二刀流の選手が増える気配がない。それはメジャーで二刀流を成功させるには圧倒的な準備が必要だからだ。それだけのことができるのは大谷以外にいないんだよ。もしかしたらこれから試す選手も現れるかもしれないけど、彼のレベルには誰も届かないだろうねと、大谷の普段からの努力を大絶賛している。そして大谷を含めた侍ジャパンは、世界一になった喜びの中でもアメリカ代表へのリスペクトを忘れなかった。大谷がトラウトを三振に仕留め、優勝が決まった直後、マウンドには歓喜する侍ジャパンの選手の輪ができたが、彼らはすぐに列を作り、アメリカ代表のベンチに向かってお辞儀をしたり手を振ったりして健闘を称えたのだ。3大会ぶりに頂点に立った侍ジャパンは、真の王者の振る舞いを見せ、大会を最高の形で締めくくった。選手たちはラインに沿って一列に並び、深々とお辞儀をした。ベンチにはゴミ一つ落ちていない、本当に称賛すべき姿だったと伝えました。さらにロサンゼルスタイムズ紙は、この大会でも大谷はその非凡な能力を見せつけてくれた。大谷は試合前に侍ジャパンのメンバーに向かって、アメリカ野球への憧れは今日だけは捨てようと発言してチームを鼓舞したのだ。さらに私たちは大谷が登板した一つ前の8回に投げた侍ジャパンのダルビッシュに注目した。まず侍ジャパンがダルビッシュを先発で使わなかったことは本当に意外だった。ダルビッシュではなく左投げの今永を先発させて、それから細かく継投していった。栗山監督の采配には本当に脱帽せざるを得ない。侍ジャパンのベンチではダルビッシュが5回に、そして大谷が6回にブルペンに入った。世界最高レベルの投手2人が残りイニングの少なくなったアメリカに対して待機していたのだ。ダルビッシュはカイル・シュワーバーにソロホームランを打たれたが、大失敗を免れ、1点をリードして大谷にバトンを渡した。そしてダルビッシュはプレー以外にも大きな仕事をやっていたのだ。それは侍ジャパンのメンバーを一つにまとめるということ。大谷は間違いなくリーダーだったが、メジャーリーグでの経験が一番あるわけでも、 WBC での優勝経験がある選手でもなかった。それがダルビッシュ流だったのだ。ダルビッシュは所属するパドレスの春のキャンプには参加せず、日本の宮崎で行われていた侍ジャパンのキャンプに合流。
現在メジャーリーグに所属する侍ジャパンの選手の中で、このキャンプに参加したのは、ダルビッシュただ一人だった。そこで、若い選手たちにいろいろとアドバイスを送り、チームを一つにまとめる献身的な姿を見せた。と伝えました。さらに記事では、大谷選手の試合後のコメントを紹介。大谷選手は、WBC は小さい頃から夢見て、この大会での優勝を目標にしてきました。この WBC での経験は、今後の野球人生においても、素晴らしい経験になると思います。高校の時に、日本代表で WBC の MVP を獲得することを、人生の目標に挙げていたのですが、僕の野球人生の中で、獲得したいものの一つだったんです。僕が MVP を取ったかどうかよりも、日本の野球が世界に通用したことが、本当に嬉しい。子供の頃から過去の優勝を見て、自分もこうなりたいと頑張ってきました。今、野球を楽しんでいる子供たちが、僕らも頑張りたいと思ってくれたら、こんなに嬉しいことはないです。栗山監督とは、日本一にもなりましたが、こういう形でまた一緒に、野球をするとは正直思っていませんでした。最高の形で終わることができ、本当に素晴らしい大会だったと思います。3年後も、この大会に出たいと思っています。まずは僕が、一定のレベルに居続けられるよう、最善の努力をしなければなりませんねと話し、3年後の2026年に行われることが決まっている、次回の WBC への参加に、意欲を見せていました。さらに記事では、エンゼルスで大谷選手と共にプレーし、今回の WBC では、アメリカ代表の主将も務めた、トラウト選手のコメントも掲載。トラウト選手は、僕たちにとってはとても辛い夜だ。でも、大会を通して素晴らしいチャレンジだったと思う。代表チームに参加した誰もが味わったことのない、鳥肌が立つような経験をした。翔平との対決は、すべての野球ファンが見たかったと思う。この1ヶ月半、そのことについての質問に、ずっと答えてきたからね。翔平は、本当に厄介なボールを持っていて、最後のは本当にいいボールだったね。まあ、ラウンド1は、彼の勝ちってことだ。でも、また戻ってくるよと語り、3年後の2026年の開催が決まった、次回の大会でのリベンジを誓っていました。さらに、アメリカのワシントンポスト紙は、壮大な結末、大谷翔平の日本代表が、WBC の王座を奪還。というタイトルの記事を掲載。その記事では、大谷対トラウトという劇的な対決に勝った大谷が、文句なしの野球界のチャンピオンとなり、グローブを放り投げるほどに歓喜した。今回の WBC は、日本の大スターたちの世界的な知名度を高める大会となった。彼らの多くは近い将来、メジャーリーガーとして、この球場でプレーすることになるだろう。その中でも注目を浴びたのが、佐々木朗希と村上宗隆という、二人の選手だった。佐々木は、準決勝のメキシコ戦に先発して、スリーランホームランを打たれてしまったが、それ以外は、素晴らしい投球を披露した。一方の村上は、準決勝の前までは、不調を極めていた。しかし、準決勝のメキシコ戦で、逆転サヨナラヒットを打ち、そして、アメリカとの決勝戦では、特大のホームランを打つ大活躍。WBC の最後の最後で、日本のプロ野球の三冠王の実力を見せてくれたと伝え、日本人選手のレベルの高さを称えていました。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。